バンクーバー空港の出発階の駐車場です。車がまばらです。これから中に入ってみたいと思います。現在のバンクーバー空港です。みんな学生が一気に帰ろうとしているのかな。かなりマスクしている人も多いですね。このように日本人の学生が目立ちます。ちょっと人と人とがくっつきすぎているように感じます。特に日本人の学生さんたちが大勢並んでて、ここだけちょっとなんか異様な雰囲気ですね。特に空港は人が行き来するので気をつけないといけないですね。日本から来ている学生の方が非常に多くいて、ちょっと空港の中は異様な雰囲気でしたね。年配の方はほとんどいません。これから帰る方はマスク必ず着用して、手洗いは頻繁に行ってください。それではこれからバンクーバーのダウンタウン、結構もうお店が閉まってるんで、そんな状況を、撮ってみたいと思います。バンクーバーのダウンタウンに入ってきました。この通り、土曜日の昼間とは思えない大変静かな状況です。お店もほとんど閉まっていますが、それでも、テイクアウトのお店なんかは空いてるところもところどころありまして、もう少しすると人も少し増えてくるんですが、でも通常ロブソンストリートっていうと土曜日の昼間は非常に大勢の人で混み合ってるので、ちょっとまあ異様な雰囲気ですね。このような状況ですが、一般の市民の方の様子を見るとパニックになっているような状況ではありません。4月からはワークビザや留学ビザをお持ちの方は入国できるようになるのではないかという話も出ているようですが、その一方で BC 州の感染者数が現在420人、少しずつ増えておりまして、州政府の方は病院などを緊急時に備えてドクターたちを緊急配備したり、それからBC 州を一時的に閉鎖させるような、そういった考えもあるようです。そのような関係で今後数日以内に、外出禁止令が出るかもしれません。ですからこの数日間はできるだけ外出は控えて、他の方との接触は控えるようにしなければいけないと思います。これから帰国される方はマスクを必ず着用して、手洗いなどは頻繁に行っていただいた方がいいと思います。それではまた近日中にウィスラーバンクーバーの状況をお伝えしたいと思います。